はい、こんにちは、ラビットです。皆様いかがお過ごしでしょうか。バイオハザード RE4 の新情報をまた紹介していきたいなと思います。本日の内容はこちら。 RE4 のゲームプレイ映像が公開、カプコンショーケースの内容を解説ということでね。いや来ましたよ、先日ねカプコンショーケースがありまして、バイオハザードの新しい情報がねたくさん出てきたということなんですけれども、今日はねそのカプコンショーケースの内容をざっとね紹介するのと一緒に、特に RE4 のゲームプレイ像とかのね新要素について解説していきたいなと思います。でまずカプコンショーケースでね発表された要素を大雑把にまとめますと、まず RE4 のゲームプレイ映像と RE4 の新予告編、これがねバーンと出てきたというのが大きく話題になっております。で今日はこの2つについてね、新要素について特にまとめていきます。でそれとは別に他の動画でね、明日の動画で解説できたらなと思うんだけど、あとは RE バースの早期アクセスについて発表があったり、ヴィレッジの DLC 新しいね3人称視点の要素とかがね発表されていたり、あとはスイッチのねクラウド版でヴィレッジとか RE2 とか RE3 とか7のね発売日が発表されたりとかでしたね。あとはヴィレッジのね Mac 版が発売されるという発表がありました。でオリジナルの方はね概要欄にリンク出しておきますので、ショーケースの動画見たい方ね、ぜひそちらの方を参照してみてください。でうちのチャンネルではねこんな感じで新作のゲーム情報とか海外のゲーム情報とかね詳しく突っ込んで紹介したりしておりますので、もしちょっとでもね参考になったという方いたら高評価とかチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではですね、発表されていたゲーム映像の方を見ながらね皆さんと一緒にいろいろ見ていきたいなと思います。で私ね一応字幕つけておきましたので、まあ全部じゃないんだけれどもね、できる限り面白くねつけてみましたので、よかったら参考にしてみてください。Hey. I have the seat upon you. I read you. Jesus, sorry. What's your situation? The hell's going on?空耳も健在って感じだね。これなら期待できそうって感じなんだけど。まあ、空耳はね、私今回適当につけてるんで、もしね、気づいた方いたらね、遠慮なくコメント欄で教えてください。もっと面白いなったらね、ぜひ知りたいんで。これね、ましたよ、うわ、うわ、うわ。あ、で、右の方にナイフの耐久度だよね、これ多分。ヒットポイントと、その弾数と武器の種類と、ナイフの耐久度だよね。だからナイフがかなり重要な装備ってことだよね。基本装備ってことだと思うんだけど、この今のね、さってしゃがんだアクションがかなり、スムーズだったよね。で、かがみ方がね、その、なんていうのかな、ヴィレッジのEさんのかがみ方よりずっとサーって、なんかエージェントっぽいって感じでかっこいいんだよね。いや、やっぱ4ですね。やっぱ4だなって感じで。私は4のが好きだな。で、これはアシュリーじゃなさそうなんだけど、誰か捕まってるって話だよね。ブルース。This is Condor 1. ハニガン here. ハニガン。ハニガンが出てくれた。高画質ハニガン。赤い額縁のメガネで。いや、情報は正しかったのね。やったわって感じだよね。だが、なんか案内人のやつがなんかおかしなことが起こってるみたいなことだよね。後で話そう。どうぞ。あー、ないこがバリウッドジャンプ。かっこいい。やばいわ。あ、もうやばいわって感じだよね。このね、村人に追っかけられつつもジョークは忘れないレオンがかっこいいよね。バタッと締めるが来る。いや、高グラフィックでアニメーションスムーズだね。滑らかでかっこいい。いや、村人たちもなんかやばいね。あー、チェーンソーマン、チェーンソーマンが来た。ババババババって感じだけど、このね、アクションがね、面白いんだよね。起きた時にナイフでかわすかどうかって出るんだよね。耐久度があるんだったらナイフで迎撃するという手もあるんだよね。ショットガンに持ち替えてドーンって感じだけどね。いや、いいですね。ジャンプバチンとパンチ、メンゴー、メンゴー。何がメンゴーって感じだけど、ブリャーこれね、投げるモーションいいよね。ガチェンスすごいギリギリでかわせるんだねって感じだよね。アクションいいですね。で、ここでナイフパリ出んだよね。これかっこいいわ。
ここでね、ちゃんと空見も空見も健在だなということが確認できたよね。ゲイボーイヤマダって言ってたよね。そしてチェーンソーマンうらーって感じで投げて、そしてなぜかとどめを刺していく。これ多分なんか間違えてるよね。下のやつにとどめが入っちゃったって。あ、これかっこいいんだよね、ナイフガード。あ、でも耐久度がね、ガーって一気に減っていってたので、これはナイフのね、耐久度をかなり消費するのかなってアクションだったけど、いや面白そうですね。アクションはたくさんあるし、滑らかだし、スピーディーなね、戦闘もできそうだし、あとグラフィックがね、全体的に良くなっているということですよね。で、空耳も健在ということで、めちゃめちゃ楽しみだよね。で、オリジナルのね、動画では他にもアタッシュケースのこととかについて触れられていて、アタッシュケースのシステムはまあ原作と同じようにあるんだけど、新しい要素として弾薬のクラフトが可能になるということで、他にもいろいろね、クラフトできるようになるということなので、この辺がね、新しくて面白い要素かなって印象だよね。まあ、クラフトに関してはビレッジみたいな感じにクラフトできるのかなって印象だけどね、ガンパウダーとかスクラップとか集めて作るとか、そういうことみたいだよね。で、ハーブの合成とかは原作通り同じようにできるようになるということみたいです。で、また今回新しく武器商人がね、紹介されていたということで、武器商人のね、紹介をしたいと思うんだけど、こんな感じでね、高画質で初めて武器商人が出てきたということですよね。で、かっこいいんですよね。こう、お店もかっこよくなっていて、武器とかね、表示とか右下のね、パラメーターのグラフとかかっこいいですよね。で、新要素としては新しく出てきたナイフの耐久度の修理とか強化ができたり、あとは新要素として宝石のトレードがあるということみたいです。これはマップで手に入れた宝石を各種レアアイテムと交換できるということみたいで、まあ探索要素とかのね、モチベーションが上がるってことですよね。あとはデラックス版にはね、宝の地図がついてくるとか書いてあったので、この宝の地図とかもね、いろいろ手に入れていきたいって話になるのかもしれないですね。それではですね、これとは別に新しい予告編もね、紹介されていたので、その予告編の中で気になったところをね、紹介していきたいなと思います。で、オリジナルの予告編はね、概要欄にリンク出しておくので、ぜひそちらの方もね、見てみてください。で、まず一つ目、気になったのがルイスがね、出てきたということですね。で、ルイスは原作だと左のような感じで、リメイクだともう高画質でもうイケメンという感じなんですよね。もうセニョリータとか言ってて、もう完全なイケメンスパニッシュだろみたいな感じなんだけど、いやこれね、リメイクのルイスかっこいいな、人気出そうだなって感じですよね。で、今回初めてエイダがちゃんとね、フルフェイス出てきたということで話題になってますね。で、エイダは原作だと左のような感じで、リメイクだと右のような感じになっているという話です。で、リメイクの方は RE2 に出てきた時より大人びたかなって印象だよね。まあ、レオン同様ね、いろいろ修羅場をくぐり抜けてきたぞって感じだよね。で、アッシュリーも今回たくさん出てきてて、アッシュリーはかなり大人びてるかなっていうのと、ちょっとね、原作より暗いかなって印象だよね。なんかやっぱり誘拐されちゃって怖がってる感がすごいリアルに出てるかなって感じで、原作の方だとアッシュリーはなんかもうニコニコしてんだよね。なんだかんだ言って高校 JK かなみたいな感じのノリなんだけど、リメイクの方だと結構リアルにその誘拐されても怖がってるみたいなのがよく出てるかなって印象ですよね。で、今回新たにアシュリーがパピオカ寸前になってる状態の、その感染してる状態のね、アシュリーが出てきて、もうグロいかなって感じなんだけどね。まあ相当このね、綺麗なアシュリーが涙ながらにね、こう銃を構えて感染してるっていうのがすごいインパクトありましたよね。まあそんな感じとなっております。それではですね、バイオハザード RE4 2023年の3月24日発売予定ということで、あと183日なんですね。で、前回のゲームズコンでね、発表されたんだけど、なんとですね、プレイステーション4にも対応するということが公式に発表されております。で、対応プラットフォームは PS4 と PS5 と Xbox シリーズ X と PC の Steam で発売予定ということです。で、プレイステーション4版は PS5 版にね、無料アップグレード可能ということが発表されております。で、後日発売だと思うんだけど、 PSVR2 にも対応する予定だということです。あとは PS プラスのゲームカタログにね、現在原作の4がプレイ可能でありますので、もしね、ゲームカタログ入ってる人は4をやってみたいなと思ったら4がね、無料でプレイできますので、ぜひゲームカタログの方チェックしてみてください。で、今回デラックス版とコレクターズエディションのことについてもね、発表されております。あと値段も発表されていて、通常版が7990円で、デラックス版が8990円ということになっております。で、もう予約が PS ストアの方で始まっていて、予約特典はアタッシュケースのスキンが2種類ずつみたいについてきて、あとは武器のチャームが2種類ついてくるということみたいです。
で、デラックス版の特典は、まあ、コスチューム類のスキンとかアクセサリーがついてきたり、あと特別武器が2種類、ショットガンみたいのとそのハンドガンの特別なやつがついてくるということで、あとは BGM を原作に、ね、変更可能とか、あとは宝の地図とかがついてくるということみたいです。他にも、ね、スキン類とかが少しついてくるということになっております。詳しく知りたい方は、ね、PS ストアの方とかにもデラックス版の情報出てますので、ね、ぜひそちらの方チェックしてみてください。でパッケージ限定の、ね、コレクターズ版の情報も出てて、コレクターズ版ではデラックス版の特典プラスレオンのフィギュアとかサウンドトラックとかアートブック、あとポスターとか特製の、ね、マップとかがついてくるということで、あとはそれらが入っている特製のボックスもついてくるということみたいです。こちらの方はまだ値段は、ね、出てないみたいなんだけど、まあ2万から3万って考えていいんじゃないかなって印象だよね。まあ、RE4 の、ね、発表に関してはこんな感じとなっております。他にもねヴィレッジの DLC の情報とかね、いろいろバイオハザードの関係の情報とか出ていたので、それに関してはね別の動画でまとめていきたいと思いますので、そちらの方もぜひ参考にしてみてください。あとはね RE4 を1分で紹介っていう動画もね、ショートの動画も作ったりしてて、結構ね皆さんに高評価いただいておりますので、まだ見てない方はねそちらの方もよろしくお願いいたします。